ただいまスタンバイしているのがゴスペリスタの皆さんでございます。いいですか。じゃあそれではよろしくお願いします。Thank you.
はアメイジング・グレイスという皆さんもよくご存知の歌だったと思います。では次の曲は君は愛されるために生まれたという曲です。感想は私たちをご指導しくださってます一ノ瀬恭子先生です。それでは一ノ瀬先生に曲についての説明をいただきたいと思います。演奏いたします君は愛されるために生まれたという曲は韓国から発信されたゴスペルです。年間3万人以上が自ら命を絶つ中、君は愛されるために生まれてきたんだよ、いつも神からの愛が注がれているんだよというメッセージが込められている曲です。今回は韓国ゴスペリスタ編曲バージョンでお送りいたします。どうぞお聴きください。
スイバンクの高野さんはじめ多くの皆さんに感謝いたします。次に歌いますのは We are the world ですが、ちょっと子どもたちにもインタビューしてみたいと思います。いいですか？こうやって見るとお姉さんからおじさん、それでおばあさんまで大人たちに囲まれて歌ってますけども、その気分はどうですか？とっても楽しいです。ゆずちゃんは楽しいです。最初に歌いますのはちょっとファミリーを真似てみまして、4人から始まってみんなで歌いたいと思います。 We are the world。 皆さん多分英語ではご存知だと思うんですけども、今日は日本語で歌ってみたいと思います。よろしくお願いします。
鳴りやまぬ、あ、鳴りやんでいました。チャリティーライブの方始まったんですけど、こちら会場入り